はい、どうも皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、今回はようやく年末らしいね、もう雰囲気に突入してきてね、もうお休み入りましたって人もまあまあいるんじゃないですかね。まあそんな時期だからこそね、ちょっと今話しておきたいなと思うんですけれども、もうね2017年もね、今週いっぱいで終わってしまうわけですけれども、今年はねちょっと僕にとって本当にねもう意味が深い年だったんですよ。今回はね、2017年っていうのをね、ちょっと自分の、まあね、観点からになってしまうんですけども、ちょっと振り返っていきつつね、まあね、オティカチャンネルの動画だったり、またね、自分が持っている写真などを通じてね、2017年をね、もう本当にいろいろとね、振り返っていきたいなと思います。まあまずね、今年はね、もう早速ですけれども、アクアファーストライブがございましたね。はい。本当に皆さんも懐かしいと思いますけれども、ちなみにですね、僕はそのアクアファーストライブね、2日間ともね、現地参戦という、本当にね、恵まれた、なんか本当にね、後々になって自分も分かったんですけども、倍率がね、めちゃめちゃ高かったっていう事実をちょっと僕知りまして、みたいな。で、まあね、発見して、まあ、アリーナ席、アリーナの1階だったかな、どちらも。まあそこでね、ライブ見まして、本当に感動ものだったんですけども、まあ、そんなね、本当に思い出深いこともありまして、ファーストライブのね、あの光景を生で見れるとは思っても見なくて、本当にあれは感動しましたよね。1日目と2日目、どちらも衝撃的だったもん。だって、1日目がね、まず、リキャコがまずピアノ弾く、本当にピアノで弾くんだっていうのでね、そこでまずすっごい驚いたし、でね、もう二日目に関しては、もうね、もうちょっとね、言っちゃうとね、本当に涙ね、こぼれそうになるから、言えないんですけど、もうわかりますよね。伝説のライブになりましたよね、二日目に関しては。あれを、生で現地で見れたっていうのは、本当に誇りだと思ってます、自分は。もう、今でも忘れられませんもん、あの思い出は。まあ、というね、怒涛のファーストライブから、一年スタートいたしましてね。まあ、これもね、個人的な、まあ、観点からなんですけども、本当にね、そのファーストライブを機に、すべてが変わりました、僕の。まあ、僕ね、YouTube こうやってやらせてもらってるわけなんですけども、すごいね、動画を皆さんに一気に見てもらえるようになりました。今年ですよね、本当に皆さんから動画をすごく見てもらえるようになったのは、チャンネル登録者様とか、もう数百人とかって感じで、もう、なんかおとなしくやっていこうみたいな感じだったんですけども、もうこのファーストライブの動画を機に、もうグーンってもうなんかうなぎのぼりレベルになりまして、その頃ぐらいですか。でね、本当に多くの方からね、今もこうやって動画見ていただいて、もう嬉しい限りですよね。奇跡が起きましたよ。ファーストライブでね、0から1へっていう奇跡をアクアが起こしたのと同じように、僕もね、本当に0から1へどころじゃないですよ。もうすごい多くの人に、だってもう4桁とかの再生回数になりましたからね、あの時。すごい僕ビビりましたから、それで。もうそこで驚かされたっていうのももちろんありますよね。そしてですね、その後はですね、スクフェス感謝祭かな。スクフェス感謝祭2017がね、ございました。こちらの時にはね、もうすごい、多くの方にね、もうファーストライブの時の多分影響が強かったんだろうね。もう本当に多くの方から声をかけてもらいまして、僕ね、動画をやっていて、そんなに声かけられたの初めてで生まれて、本当にね、あれはビビりました。まあそれ以外にもね、いろいろとイベントがありまして、そういったものにもね、全部お邪魔させてもらったり、あとはね、沼津にもね、すごい行く機会がね、増えましたよね。で、スクフェス感謝祭がね、確かあれ6月ぐらいですか、6月にありまして、でもその後、もう、そのすぐ2ヶ月後ぐらいですか、もうね、セカンドライブツアー、もうファーストライブの時に発表された衝撃のライブツアーがね、スタートいたしました。僕はね、そのセカンドライブツアー、名古屋と埼玉、この2カ所にね、現地参戦させてもらったんですけども、本当にね、あれは楽しかった。セカンドライブは、すっごく楽しかった。もう、セカンドライブの時も、もう本当にね、多くの方に声をかけてくださいまして、またね、現地でも、アリーナ席をね、2連チャンで行くという、もう本当にいい思い出も作れましたし、もうね、なんて言うんだろう、出会いもいっぱいあったし、もう、イベントにね、多く行けたという、そういう充実さもね、あったわけですから、でね、まあそんなね、名古屋公演も終えまして、その後ね、確か台湾にね、ちょっと、旅行がてらにね、ちょっと行ったりとかもしたんですけども、まあそんな、ね、夏休みを終えまして、
その後ね、もう、あれですよ、セカンドライブツアーの埼玉公演でございますよ。もう埼玉公演はね、本当にね、奇跡がいろいろあった。埼玉公演の時、まあやっぱりね、あれは日本中からもう人が集まったんですけども、あんなに声かけられたのはね、まずビビりましたね。間違いなくね、200人ぐらいが声かけられました、絶対。僕ね、あの時ね、西武ドームはもう当たり前ですけど、いたんですけども、秋葉原とか、池袋とか、いろんなところにいたんですけども、あと新宿もいたか。いろんなところでね、声かけられたんですよ。で、池袋でもね、コラボショップとか寄ってると、あ、小平さんですかみたいな感じでもうすっごい声かけられて、もう、本当にすごかったです、あれは。本当に楽しいんだなっていう、ライブ前がなんか楽しいんですよ、皆さん。わかりません？この気持ち。ライブにこれから参戦するぞっていうね、この気持ちが、このね、ワクワク感がね、会場前での、すっごい楽しいんですよ。で、そしてね、お知り合いの方もいっぱい来て、だね、もう数百人声かけられたっていうのはこれもう間違いないんですよね。まあセカンドライブね、埼玉公演1日目はそんな感じで終わりまして、で2日目ですよ。2日目はね、僕その2日目のね、もう早朝から実は沼津にいまして、沼津からね、ラッピングタクシー、まあアクアのねラッピングタクシー、沼津で走ってますけども、それをですね、5台ですね、ちかちゃん、ようちゃん、花丸ちゃん、ヨハネ、ダイヤさんと、この5台をですね、貸し切って、直接西武ドームまで、行かせてもらいました。もうあれはね、本当に、もう楽しかったね。なんて言うんだろう、やりきったぞっていう達成感がすごいあります。まあ実を言うとね、あの計画、もう数ヶ月前から実は動いてまして、水面下ではね、ものすごい前から、計画が、いろいろと動いてたんですよ。だからね、本当に、あれに携わってくれた皆さん、そして参加してくださった皆さんにもね、本当にね、心の底からも感謝ですよ。企画をね、一緒に動かしてくださった皆さんにも大感謝ですけれども、もう感動続きだったよね。でですね、まあもちろんね、参加してくださった皆さんや協力してくださった皆さんにはもう感謝するのは当然のことなんですけども、一番感謝すべきなのはね、こんな5台貸し切るという遠方まで行くのに、これ多分史上初だと思うんですけども、伊豆箱根タクシーさんですよね。普通ね、5台貸し切りますって言ってね、いいですよってね、まあならないと思うんですけども、もうね、そんなね、伊豆箱根タクシーさんもね、本当に感謝いっぱいでございますよ。もう、伊豆箱根タクシーさんがいなければ、あの最高の思い出はなかったわけですから、もう、やっぱり原点はそこですよね。本当にもう感謝申し上げます。まあそしてね、そんなもう怒涛の、セカンドライブを終えましてね、もう本当にあの時はめちゃめちゃ楽しかったですよね。まあそしてその後はね、ついこの前、11月にありましたけども、ファンミーティングツアーね、大阪の方に、行かせていただきまして、そしてね、テレビアニメもね、2期が、始まりましてね、まあ今週がね、土曜日が最終回でございますけども、ファンミーティングツアーもそうですけども、本当にね、いろんなところで声をかけてくださって、もうね、今年のね、自分が振り返るとしたら、感謝と確変、この二つですよね、自分が今年振り返るとしたら。まず感謝っていうのは、本当にね、出会ったすべての人々へ感謝。いろいろなね、企画とかやらせていただいたんですけども、貸し切り、そう、電車のね、貸し切りもね、今年ね、実行委員としてやらせていただきまして、そういった方々にもね、もう皆さんにも感謝だし、タクシーを動かしてくださった伊豆箱根タクシーさんや、協力参加してくださったすべての皆様、そしてリスナーさんはもちろんのこと、本当にね、感謝ですよ。もうそれしか言えない。そしてですね、確変というのは、もうファーストライブ、もう2月3月ぐらいかな。あの時に、もう本当に多くの方にね、今もこうして見てもらっているという、この状態ですよね。この今ですよ。この今に感謝する。そして、確変が起こったということ。そして、今年はすごい多くの出会いがあり、本当に全ての人々へ感謝をする。そんな今年は1年になりましたよね、自分は。はい、というわけでですね、今回は、ちょっとね、まあ雑談的な感じの動画になってしまったんですけども、もうね、1年もね、残りわずかということで、2016年もわずかということで、まあ今年のね、2017年の振り返りを、ちょっとしてみました。はい。本当にね、今年、出会ったすべての皆様、そしてリスナーさん、もう本当にね、今年多くの方に見てもらえたから、もう、そこもね、本当に感謝申し上げます。もう、今年は本当にね、2017年はありがとうございました。
そして来年2018年もね、引き続きこのスタイルでやっていきたいなと思いますので、これからも皆様よろしくお願いいたします。もしねこの動画いいと思ったらグッドボタン&チャンネル登録していただければ嬉しいです。ではね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でした。バイバイ。